やっていきまーす。意外とうまそうでしょ。皆さんどうもこんにちは、こんばんは。今日のスタミジャパンのサンプ配信は秋葉原からスタートでございます。今日のやることはチャルル結婚おめでとうということで、僕らの結婚祝いはチャルルにメイドカフェをおごるってことで結婚祝いでメイドカフェをおごられます。初めてさ、東京に17ぐらいの時に来たことがあって、それがオンラインゲームのオフ会だったのよで、その時に社会人のその友達に、ネットの友達にね、初めて連れて行ってもらったとこがメイド喫茶だった。ああ、そうなんだ。そうそうそう。いい経験をしたね。もうそれっきりぐらいだね、本当に。じゃあ何年ぶりだ？今32。15年ぶりぐらい？恐ろしいよね。時の流れっての残酷よ。なるほどな。皆さん結婚おめでとうございます。ありがとうございます。結婚おめでとうございます。世界なんですか？そうだよ。うん。結構いいっすよ。いいや、おい、知ってんだ。僕、結構長年、メイドオタクやってるんで。ああ、評判よろしい？評判よろしい。よしよしよし。できるな。行ってくるわ。じゃあ、楽しんでください。ありがとう。じゃあ、異世界行くか。行きましょう。ありがとうございます。お邪魔します。お邪魔します。皆様、異世界へのご訂正は初めてさんですか？初めてさん、ありがとうございます。ではですね、ご入店の際にこちらの確認事項のチェック一緒にお願いいたします。はい、お願いします。まず一つ目、お手の消毒お願いしているんですが、アルコールのアレルギーとかってございませんか？ないです。大丈夫、ありがとうございます。では二つ目、おでこでご検温のご協力もお願いしております。はい、そして三つ目、現在お咳とか体調不良とかございませんか？大丈夫です。大丈夫、ありがとうございます。お手の消毒から失礼いたしますね。はい、失礼します。刺繍、はい、刺繍、ありがとうございます。では次、おでこでご検温お願いいたします。ごきゅん、オッケーさんです。はい、ごきゅん、オッケーさんです。ありがとうございます。ではお席ご案内いたしますね。はい、足元で触るので気をつけてついてきてください。お願いします。どうぞ。はい、おかえりなさいませ。いろんなお席ですね、ご案内させていただきました。もやもやご主人様方、異世界にようこそ。どうも。失礼いたします。こちら異世界の神秘のお水と言います。飲みすぎると透明になってしまう特殊魔法がかかっているので、飲みすぎ注意でお書きください帰った頃に消えてるかも。改めまして、秋葉異世界メイドご訂正おめでとうございます。ありがとうございます。こちらメニューのご説明を担当させていただきます。天使の国から来ましたつかさと言います。天使の国から来たんですね。ぜひツーちゃんで気軽にお呼びください。よろしくお願いいたします。異世界のモヤモヤメニューをご紹介していきたいのですが、はい、なんとこちらのノート、異世界の呪文で書かれております。なるほど。なのでまだ主人様方読めないかもしれないので、はい、読めるようにちょっと魔法をかけさせていただこうと思います。お願いします。ちょっとだけお目目をつぶって待っていていただけますか？はい、ありがとうございます。お目目つぶってお待ちください。失礼します。萌え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 何が起きてる？ではお目目を開けてみてください。じゃじゃーん。ご主人様方、異世界のウサギちゃんに大変身です。ありがとうございます。おめでとうございます。こちらもともと異世界に住んでおりまして、はい、そこを魔王様に襲われてしまった時代がございました。でもでも助けてくださった勇者様がいらっしゃいます。なんとその勇者様、ご主人様方のご先祖様の方が。なるほど、先祖なんだ、先祖なんだ。あの時は大変お世話になりました。はい、いえいえいえ。そのご恩をお返しするため、今日はここでお給仕をしております。後でゆっくりご覧ください。はい、ご主人様方は今日はお腹はペコリンさんですか？ペコリンです。ペコリンさん。ペコリン、ペコリン。ペコリンさん。ではご主人様方に最後に一つ大事なお願いがございます。はい、メドちゃんたちを呼ぶ時は、すいませんよお姉さんではなく、異世界語を使ってメドちゃんたちのことをお呼びいただきたいです。はい、ではここで秘密の異世界語を一つだけお教えします。お願いします。萌え萌えとお声掛けいただきたいのですが、はい、ご協力いただけますか？わかりました。ありがとうございます。ではお二人の元気な萌え萌えお待ちしております。わかりました。ありがとうございます。失礼いたします。ありがとうございます。ありがとうございます。楽しみだな。だからすごいいろいろあるよね、メニュー。そのさ、確認なんだけど、うん、嫁さんはどんな、え浮気するなって。失礼いたします。はじめまして。はじめまして。口
でお会いしましたが、改めて冬と申します。お願いします。よろしくお願いします。こちらですね、プラス220ゴールドするとこちらのドリンクを追いかけドリンクに変更することができる。あ、そうなんですか。はい。うわ、じゃあもうレクスカリバーセットにしちゃおう。で、ソフトドリンクもお絵かきお願いしていいですか。かしこまりました。じゃあ決まったよっていうご主人様はどうやってメイドちゃんを呼ぶか覚えてますか。はい、じゃあ僕からいいですか。はい、萌え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 、バッチリです。ありがとうございます。だって俺もこれ頼もうかな。うん、エクスカリバー2丁で。エクスカリバー2丁でお願いします。かしこまりました、はい、じゃあ、お願いします。萌え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 、ありがとうございます。すごい、二人ともバッチリですね。ありがとうございます。二人ともエクスカリバーセット頼んでくれたので、はい、一緒に喜びの儀式をやりたいと思います。はい、わかりました。私がせーのって言ったら、はい、一緒にウサちゃんポーズやってほしくて、はい、まず右手から嬉しいぴょん、次左手も楽しいぴょん、楽しいぴょん、最後両手でありがとうぴょん、ありがとうぴょん。じゃあいきますよ。はいはい、皆様ご注目です。はいはい、せーの、嬉しいぴょん、楽しいぴょん、ありがとうぴょん。ありがとうございます。ありがとうございます。浮気やぞ。いや、ノータッチだから大丈夫ですか。これノータッチだから大丈夫。これも流し、ノータッチセーフ。 OK、 分かった、 OK。 もうこれさ、すごいでしょ。俺ね、帽子が最近気づいたんだけど、世界一被り物似合わないかもしれない。いやでも、いや、ちょっとね、不思議なことなんだけど、それは似合ってる。これは似合ってる。これは似合ってる。どうしてして来るとこ異世界だった。やっぱ生きる道異世界だったな。間違えてたな今。俺青なんだ。今気づいた。失礼します。お待たせしました。こちらはちょっと順番にお絵かきをさせていただきたいんですが、はい、イチゴミルクのご主人様、お姉様は何か描いてほしい動物さんとかっていますか。うわー、ちょっと待ってね。何か好きな動物さんはいますか。タヌキ描いてもらって。タヌキ、はい、頑張りました。描けるかな。初めて描くかも意外と。なんかタヌキのお目目の周りはこういう、あー、ここ確かに。あー、なんか言われてみれば。フェイスタイム大丈夫ですか。口の口口はどこにあるの。鼻がここにいて。あ、そうなんだ。口がここに。あー、なるほどね。来るはず。はいはいはい、はい、かわいい。ありがとうございます。タヌキできました。ありがとうございます。初めて描けました。ありがとうございます。何がいいか。じゃあペンギンでお願いします。ペンギン、かしこまりました。え、いいのチョイスね。すごい、めっちゃかわいいんやけど。ウインクしてる。ウインクしてる。あ、かわいい。お手でも生えた。あ、ね、えー、すごいすごい、マジですごい。ペンギンちゃんは可愛いんだよ。赤ちゃんペンギンだ。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。このままでもこちらのドリンクはとても美味しいんですが、はい、もっともっと美味しくするためのおまじない一緒にかけていきたいと思います、はい、お願いします。私がせーのって言ったらお手手を4回叩きながら美味しくなーれハート作って、もえもえキューって一緒にお願いします。わかりました。いきますよ。おいしくなーれ、萌え萌えキュー。ありがとうございます。お二人の萌え萌えが今のうちにお召し上がりください。わかりました、ありがとうございます。浮気やぞ。俺自分でやるんだね。俺のなんだ。そうだ、俺たちのなんだね。まさかの自家発電。ペンギンいただきます。うまい。おいちゃん、萌え萌え君聞いてるかも。なんか甘い気がする。うん、ずっと言ってないのに染みる気がするわ。じゃあちょっとあれですけど、どうですか。なんかこんなところでするのもなんなんですけど、うん、結婚生活はどうですか。いやー、はい、楽だなって。お前やめとけよ。他にあるだろ。いや幸せですよ。そうですよ。まずご主人様方、萌え萌えなごちそうお待たせいたしました。ありがとうございます。ではアスパラちゃんご注文の方はどなたですか。ご主人様ありがとうございます。お、ペンギンさん書いてもらったんですか。ありがとうございます。こちらのオムレツさんです。おいしそう。ご主人様何書いてもらったんですか。僕はタヌキを書いてもらいました。タヌキちゃんいいな、かわいい。よかった。
ちらのごちそうにももっともっと欲しくなってもらえるようにおまじないをつけたいと思います。わかりました。そしたらじゃあ指でハートを抜きます。はい、一緒に美味しくなってねって書いた後お願いってお願いをかけてほしいです。はい、わかりました。いきますよ、せーの、美味しくなってねなってね、お願い。バジルさんです。お願いが消えないうちに、はい、食べてみてください。わかりました。ありがとうございます。これ絶対美味しいやつよ。絶対美味しいよ。これお弁当に入ってる美味しいやつ。いただきます。うん。美味しい。やっぱ裏切ってこない味する。うまい。うまいわ。姫様、お同じです。うん、なんかよく振られるよね。どう、何が決め手で結婚したのみたいな。うん。ご飯美味しい。まず。そこはお前にとっては大切だな。大切だよ。料理めっちゃうまいんだ。料理美味しい。なんか反対の人がいいよ、ね、俺結構引きこもりで、うん、外出ないし積極的にこう誘っていくとかないじゃん、うん、ここ行きたいって言ってくれて、あ、なるほど。そう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 、結構主体性があるんだ。そうね、行こうみたいな感じのこと言われて、いいよって言って、俺全然座れてる行きたいから。なるほどね、はい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 、じゃあもう性格で言うと真逆まであるんだ。うん、そういうところがやっぱりなんかいいなっていうのはあったね。なるほど。まず可愛いね。あ、可愛い、うん、お前、あれだね、そういうの言わないのに全然ベタ惚れだね。失礼します、はい、じゃじゃん、ご主人様方、今日はエクスカリバーセットを頼んでくださったので、はい、メイドちゃんとお写真を撮ることができちゃいます。はい、どのメイドちゃんとお写真を撮りたいか一人ずつお選びいただきたいです。ちょっといいですか、はい、一回作戦会議していいですか。 OK しました。すいません、今結婚式タバコのビデオあるじゃん。危険だよね。ちょっと危険なことじゃん。例えばさ、今日はさ、異世界に来てるさ今日はね、今日は特別に、じゃあ今日はピック画面やらせてもらってもいいかな。ちょっと見ててください。萌え萌えキュンで撮ります。萌え萌えキュン、萌え萌えキュン、萌え萌えキュン、はい、OK です。ありがとうございます。バッチリなんです。追いかけしてくるので、お店の方で少々お待ちください。なんかさ、割とおかき、お待たせいたしました。あ、オムライス来た。来ました、はい。オムライスのお店様はどちらですか。お店様です。すいません、はい。お店様ですね。あれ？トイプードル。あ、そうです。そうですよね。ちょっと目近くなりましたね。こちらにもお絵かきをさせていただきたいと思います。うさぎちゃん、猫ちゃん、クマちゃん、ワンちゃん、どれがいいですか。まあ、俺は猫ちゃんか。猫派ですか。かしこまりました。猫ちゃんお描きしますね。彼女はいる派ですか。彼女はいる派なんですね。すごい、ちょっとズームで映してこれ。これすごいよ。かわいい。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。もともといつも美味しくなるおまじないをかけていきたいです。はい。大丈夫ですか？僕たち2個やったんですけど、はい、新しいのがあるんですか？ちょっとだけ違うんですけど、すごい、まあ、指先でハートマークを描いて、美味しくなれってやったら、萌え萌えキューって言ってほしいです。わかりました。はい。ありがとうございます。いきますよ。せーの。美味しくなれ、萌え萌えキュー。はい、ありがとうございます。そしたらですね、ご主人様が先ほど食べていただいたこちらのごちそうをごちそうさましていきたいと思うんですが、大丈夫ですか。わかりました、ありがとうございます。そしたら今度はお手手を2回叩いていただいて、はい、美味しかったピョーンっていう風にうさぎちゃんになってほしいですわかりました、わかりました、ありがとうございます。じゃあいきますよ、はい、せーの、美味しかったピョーン、ありがとうございます。バッチリ完璧です。じゃあこちらお下げしちゃいますね。はい、失礼いたします。失礼します。もうちょっともぐもぐしたいよっていうご気分なんですか。そうなんですよ。あ、OK しました。ではご主人様方レベルアップしてくださったので、メドちゃんたちとレベルアップの儀式というものをさせていただこうと思うので、あると思いました。慣れてきましたよ。さすがです。慣れてきましたよ。はいはい、皆様ご注目です。はいはい、こちらのご主人様方がなんとなんとレベルアップしてくださいました。ありがとうございます。それではいきますよ、せーの、ペペペペペピコピコ。レベルアップおめでとうございます。ではもう1時間異世界をぜひご一緒に楽しみましょう。はい、ありがとうございます。
そしてここでなんとじゃじゃん席のプレゼントになります。ありがとうございます。ありがとうございます。これだからすごない、すごいよ。俺治ってないもん。治ってないけど名前言ってくれて。あ、美味しかったですか。二十アゴがすごいって思ったでしょ。さになんて呼ばれてるのって言われることあるんだけどさ、うん、あんま答えないようにしてたんだけど、うん、この際だから言うか。何？なんて呼ばれてんの？肉まん。広くない？これでも愛があるね、その肉まん。いいね。いいか？いいだろ。あってどのぐらいで肉まんやった？ずっと陰で肉まんって呼ばれてた。あとおしゃれるっていうのね、あんま良くないね。ボルドミモート的なところがあるから、うん、トイレ行ってくるから食べてみて。はい、シャルルに結婚祝いでメイドカフェをおごる配信というのは建前でございます。今回はシャルルにドッキリを仕掛けていきたいと思います。今回のドッキリの内容といたしましては、今回ね、決めてはありましたが、シャルルの奥さんが、今回のドッキリの企画に参加していただけるということで、ありがとうございます。ご結婚おめでとうございます。結婚したのにメイドカフェに行ったらメイド姿の奥さんが出てきたドッキリでございます。クセでカメラ持ったりしました。ちょマジで店内どこ落としてたの？トイレの外に置いといた。意味わかんないし、まあ、ライブが終わったら、まあ、デザートを食べて今日は終わりですかね。こんな人から多分頼んだら体験できることは多分ほぼ全部体験しました。すごいね、チェキすごいよ。デザインが完成されてるもん。自分で書いてるもんな、これ、うん、失礼いたします。お待たせいたしました、フォンダンショコラです。じゃーん、動きがちょっと待って。見てください。あれやったか。じゃーん、これやったな。ドッキリ大成功。フクロウさんね。フクロウさんでございます。すいません、ちょっと長く、ちょっと普通にメイドカフェが楽しくて、ということで、書いてくれたんで、フクロウさんが食べてみてください。いきますよ、せーの。おいしくなれ、ぴょんぴょん。ございます。声量下がってないか、大丈夫か。前溶けちゃう前にお召し上がりください。もう魔法溶けだ。さっきもね、結婚トークをたくさんさせていただいたじゃないですか。あのね、俺背中に汗びっしょ。ちょっと何とか質問してもいいですか。シャルルのどんなところが好きになって結婚しましたか。シャルルのこんなところが好きでした。何でも許してくれるところ。何でも許してくれるところ。何でも許すんですか。お相手ですね、ほら。最後に一緒に生きていくシャルルさんに何かメッセージだったりってあったりしますかね。はい、というわけでジム行けということで、今回のですね、フクロウさんの、出演の、条件といたしまして、シャルルをジムに連れていくっていうことを条件に今回の出演承諾していただきました。ということでシャルルとジムに行く配信をしますので、どうぞお楽しみに。ね、俺初めて人生ドッキリされた。びっくりした、はい、いやいつもありがとうございます。本当にありがとうございます。今後もよろしくお願いします。急なお願いにも聞いていただきました。フクロウさん、本当にありがとうございます。というわけで、お疲れ様でした。さようなら。